ベルセルクとは、北欧神話、伝承に登場する、異能の戦士たちである。コノルド語やアイスランド語では、ベルセルクル、英語では、バンサーカーと言い,い、日本語ではしばしば強戦士と訳される。語源は2節ある。軍神、オーディンの人数力を受けた戦士で、気球の際には、自分自身が熊や狼といった野獣になりきって、防賀状態となり、奇神のごとく戦うが、 その後、巨脱状態になるという。この防芽状態のベルセルクは動くものならだと、エニク肉ンにも襲いかかったので、戦闘では、ベルセルクと他の兵士はできるだけ離して配備し、王たちもベルセルクを護衛にはしなかったという。ウールブヘ人と常に並び称され、また同一の存在であるとも言う。ただ、単に勇敢な戦士に対する称号であるとする場合も、ある。一部の研究者は、 ハンティングマジックで、北方戦士の伝統を由来とするとしている。それらは、三種の動物宗教、熊、イノシシ、狼で見られるようになった。トライアヌスの記念柱には、西暦101-106年のトライアヌスによる、抱きや制服を描いた、シーン36レリーフに、動物の皮を身にまとった戦士が見られる。その後、西暦872年に書かれた、 ノルウェースカルドシトルビュールンホーンクロフィーに、ハーラル一世と共に戦ったと記載されるまで、歴史上書かれることはなかった。古代ゲルマン、トルスルンダの狼となった、ベルセルク13世紀のシカスノリストルルソンは、美発王ハーラル一世の神衛隊の一部は、ベルセルクであり、武器をもってしてもこれを傷つけられないと述べている。後に、この伝承がイギリスに伝わって、 英語のゴーベルセルクという表現の語源となった。また後の北欧語では、ベルセルクという言葉は、しばしば単なる無法者、乱暴者の意味で使われる。これは、北欧では、豪族や農民が武器を取って戦うことが多く、人殺しのみを制御とする、職業軍人が、異常者として別視されていたためである。11、12世紀以降、 北欧が完全にキリスト教家されると異教の価値観の産物であるベルセルクは異端者や犯罪者とされ消えていった。特に高齢術で戦う新幹線士という位置づけは悪魔付きとしてされたようである。ベルセルクの狂乱はバーサーカーゴングと呼ばれていた。その状態は以下のように記述されている。ディスフューリー、ウィッチワズ・コールド・バーサーカーゴング。 オカード not only in the heat of battle, but also during the various work, men who are thus seized performed the single switch otherwise, seemed impossible for human power.This condition is said to have begun with shivering, chattering of the teeth, and chill in the body, and then the face swelled and changed its color, with this was connected a great hot-headedness. ウィッチアットラストゲーブ、オーバーイントゥエーグレートレイジ、アンダーウィッチゼーハウルドアズワイルドアニマルズ、ビットザエッジオブゼアシールズ、アンドカットダウンエブリッシングゼーメットウィズアウト、ディスクリミネーティングビトゥインフレンドアフォー。ウェンディスコンディションシースト、エーグレートダリングオブザマインドアンドフォイブルネスフォロード、ウィッチクトラストフォーワンをアセベラルデーズ。一部の学者は、ベルセルクの状態は、 精神高揚させる毒キノコであるベニテングタケや大量の酒などの薬物によって引き起こされたと指摘してる。この精神高揚される毒物について議論されてこなかったが、1977年のデンマーク、フュアカトにおけるバイキングの墓で抗精神作用を持つ植物ヒオスが発掘され、ベニテングタケの効果より記録された症状に近い。 毒性からヒロスを使用したという示唆がなされた。その他の原因として、自己誘発性ヒステリー、転換、精神疾患、または遺伝病が言及されている。盾を噛み、動物のように方向などを行うエフェクトナンマーと、呼ばれる儀式で、自己誘発的なヒステリーを起こさせたと、示唆されている。ありがとうございます。